はい、皆さんこんにちは、Aマークでございます。さあ、今回はですね、サムネにある通りちょっとまたミスというか、まあ、今回は事故ですね。事故をちょっと起こしてしまったので、まあ、その話をしつつ、どういう対策を今後で、していけばいいのかというお話をね、していきたいなというふうに思うんですけども、少し前にですね、X の H2S とレンズをですね、三脚から落とすっていうね、事故をやったばっかりなんですよね。で、あの時出した、H2S とレンズの修理代が、まあ、見積もりがね、戻ってきました。で、ボディの方が約14万円。で、レンズの方は意外とね、安くて3万円ということで、まあ、まあまあ痛い出費じゃないですか。で、あの時もちゃんとね、対策を練って、まあ、今後はこういう運用にしていこうということをね、決めて、今そういう運用方法をしているんですね。で、まあ、事故を起こしてしまうっていうのは、まあ、もうこれしょうがないかなというふうに思ってるんですよ。まあ、こういうカメラを使った撮影だけでなくて、まあ、いろんなところで、まあ、事故とかね、ミスというのはやっぱり、起こってしまうもんだと僕は思っているんですよね。ただ、その事故とか起こった時に、じゃあ何も対策をしないとどうなるのかっていうと、これは良くないということで、まあ、対策をちゃんと打って、次同じようなことを起こさないためにはどうすればいいのかというところをやっぱ考えないといけないというところがやっぱあると思うんですよね。やっぱりこういうミスとか事故って、やっぱりいろんなその情報を共有することによって減らしていけるんじゃないかなというふうに思っているんですよね。なので、まあ、今回ですね、ちょっと動画の概要欄とかに、皆さんが今までに経験した事故だったりだとかミスみたいなところをちょっとね、アンケートフォーム作るんで、ちょっとそこ書いていただいて、で、できればね、対策の部分があったらその辺もちょっと書いていただきたいなというふうに思ってるんですね。で、それを今度どっかでまとめて一本の動画にしたいなというふうにちょっとね、思っていたりするので、ぜひね、ちょっと動画概要欄とか見ていただいて、アンケートの方ですね、ぜひ協力をしていただきたいなというふうに思ってます。はい、あとはですね、 X の方でもちょっとその辺のアンケートフォームみたいなところをシェアしたいなというふうに思ってますので、できればですね、リポスト、よろしくお願いしたいなというふうに思ってます。というわけで、今回はですね、まあ、僕が、起こしてしまったミス事故をですね、皆さんに共有しつつ、まあ、今後こういうことを起こさないためにはどうすればいいのかなというところをですね、お話をしていきたいなというふうに思います。まあ、もちろんね、僕がこれから話す内容について、いや、もうそんなのとっくに対策してますぜという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、僕はちょっとね、その辺ちゃんとできていなかったので、今回事故を起こしてしまったということになりますので、まあ、ちょっとね、その辺の話をしていきたいなというふうに思います。それではね、早速いきましょう。さあ、早速ですね、今回起こしてしまった事故をですね、ちょっとお話をしていきたいなというふうに思うんですけども、まあ、事故の原因になったところは実はこいつです。SD カードですね。はい、この SD カード、皆さんも使っていると思うんですけれども、これにどれぐらいの信用性を置いてますか？まあ、僕はね、今までぶっちゃけこの SD カードでなんか事故ったっていう経験があんまりないんですよ。というわけで、今回 SD カードでどんな事故が起こったのかっていうところをまずご紹介していきたいなというふうに思います。はい、というわけで、このスタジオはですね、基本的にライブ配信専用のスタジオというふうになっているんですけれども、実はですね、動画の撮影っていうのもちょこちょこやらせていただいております。特にですね、インタビュー形式の映像制作というところを、まあ、やらせていただいていて、まあ、編集までして納品するというようなことをね、まあ、やらせていただいているんですけれども、まあ、カメラの設定だとか照明の当て方だとか画角の調整みたいなところは、まあ、もう慣れているので、それなりにかっこいい、画角だったり絵作りだったりというのがね、できていたんですよね。で、それでいざ撮影を始めましょうというふうになった時にですね、ちょっとまあ事故が起こってしまったという感じになります。で、まあ、どんな事故だったかと言いますとですね、今使っているカメラって BGH1 っていうカメラなんですよね。これを3台使って、演者さんが2人いたので、演者さん1人ずつと、あとは引きのカメラで、撮影をしていたんですよね。で、ルミックステザーっていう
ソフトを使っていたんですけども、どういうソフトかと言いますと、まあここにつながっているカメラが今2台つながっているんですよね。で、その他にこの辺でカメラごとに設定をしたりだとか、あとはメニューの設定をしたりだとか、でここであのフォーカスを合わせたりとか、まあめちゃくちゃ便利なアプリではあるんですけれども、レック中ってここの赤いボタンがまあ表示されてるんですよね。でその撮影の時は最初この両方とも赤丸がついた状態で、まあ、レックを始めて、あ、ちゃんと撮影できているなということを確認した上で、まあ、この辺の、ね、設定を見ながら画面を見ながらフォーカスがずれてないのかなとか、その辺をチェックしながら、まあ、見ていたんですよ。でインタビューがですね、まあ、10分経過し20分経過し30分経過した頃にですね、ここのね赤丸を見たら1個がですね消えてたんですよね。あれと思って押し忘れてたかなと思ったんですよ最初。いやいやいや、でも最初確認した時は確かにここの2つの赤丸ついてたよね。で途中でこれが消えていたから、あれなんかもしかしたら撮影ができていないのかもしれないなというふうに思ったわけですよ。で、実際にこの今撮っているカメラもそうなんですけれども、ここ分かりますかね、ちょっと赤いランプついてるじゃないですか。これもね消えていたんですよ。これタリーランプなんですけど、これも消えていたんですよね。なので、あ、これはもうちょっと確実に撮影が止まってるなというふうに思ったわけですよね。もうその時点で僕は結構冷や汗ですよ。やばいと。タリーランプが消えたのがいつなのかっていうのは僕はその時点では分からなかったので、一回ちょっと撮影を止めました。ちょっとすいません、ちょっと機材のトラブルかもしれないんで一旦止めていいですかっていうということで、まあ、ちょっと止めさせていただきました。じゃあ実際にこのカメラに入っていた SD カードを取り出して、まあ、PC で読み込んでみたら、まあ、あの読み込める状態のファイルじゃなかったんですよね。おそらく、書き込みのエラーがどっかのタイミングで起きていたというところで止まっていたということなのかなというふうに思ってるんですね。ただちょっとね、復旧をちょっと試みて復旧をさせてみました。はい、そしたらですね、一応動画ファイルとしてね、認識したので、それを再生させてみたら、出だしの5分ぐらいしか撮れてなかったんですよね。インタビュアーの方の方であればもしかしたらなんとかなったかもしれないですけど、あのメインのゲストの方の絵が止まってしまっていたので、これはもうちょっとどうしようもないなというふうに思いまして、その場ではですね、すいません、あの出だしのすいません5分ぐらいしか撮れていないっぽいので申し訳ございませんが、もう一度一からやり直させていただいていいですかというね、お話をさせていただきました。まあこれはもう重大インシデントだと、事故ですよねっていうことで、まあやってしまいましたという話なんですよね。でこれね、やってしまってたものは、まあ、しょうがなくないですよ。今回あのお金をちゃんともらってやってるものなんで、まあもう事故なんですよ。事故、それはもう認めます、事故なんですよ。なんですけど、じゃあこの事故を次起こさないためにはじゃあどうすればいいんですかっていうところをやっぱり考えて、次の撮影の時にはそういうことが起こらないようにするっていうことをやっぱ考えないといけないんですよね。というわけで、まあ、事故の内容というのは大体こんな感じだったんですけども、じゃあ次対策どうやっていくのかというところですね、まあ、ちょっとお話を、ね、していきたいなというふうに思います。で僕ですね、これまで SD カードのトラブルって今まで、ね、一度もなかったんですよ。なので一応、ね、このカメラってダブルレック対応しているんですけれども、ダブルレックをしたことが実は一度もなかったんですよね。やっぱり、今回の事故を受けて、やっぱメインで撮影している SD カード、そしてもう一個はサブで記録するっていうことをね、やっぱダブルスロットでやった方がいいなというふうに、まあ、感じました。まあ、今回ですね、ちょっと SD カードをいろいろちょっと追加で購入しまして、あとまたその、SD カードの運用方法っていうのもちょっとね、決めました。なのでそこをちょっとお話をしていきたいなというふうに思うんですけども、まあ、これがね合ってるかどうかってぶっちゃけよくわかりません。
もしもっといいやり方があるっていう方がいればですね、ぜひね教えていただきたいなというふうに思うんですけども、まあ、今回僕は一応こういうやり方で対策をして、まあ、次ね、同じような事故を起こさないようにというところで、対策を練りましたというところで、そこをちょっとご紹介したいなというふうに思います。はい、まあ、信用性もあるということで、プログレードの 128GB の SD カードをですね、まあ、6枚新たに購入をしました。でうちまあ、大体3台回すことが多いので、まあ、1台につき2枚ずつ入れるということで、まあ、6枚ね、購入をさせていただきました。で今後は、この6枚をすべての BGH1 に入れてですね、ダブルレックをしていくということを、まあ、徹底していきたいなというふうに思っております。まあ、これで一旦ね、バックアップも保存ができるので、まあ事故にはなかなかつながらないだろうというところで、まあ、これでやっていきたいなというふうに思うんですけれども、じゃあその取ったものに対してじゃあどういうふうに運用していくのかっていうところも、まあ、結構非常に重要なんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。ちなみにこの赤い枠で囲われているところがまだ撮影をしていない、これからね、撮影をしようとしているデータなんですよね。でこの6枚をですね、実際に使って撮影をした後に SD カードを抜いたらじゃあどうするかというところなんですけども、一応ですね、まあ、これ合ってるかどうか分かりませんよ。僕はこういう風にしてるっていうところなんですが、撮影をし終わってカメラから抜いてきたら一旦、裏返しにして、これは撮影をしましたよということでケースの中にね、入れています。まあ、ちょっとね、接点部分がむき出しになるので、これちょっとどうなのかなっていう気がするんですけど、まあ、例えばもしかしたらこういうふうに逆さまに入れるっていうのもね、まあ、手かもしれませんね。はい、こんな感じで逆さまにまずは入れます。はい、で、この逆さまに入れたデータが一応カメラで、記録をしましたよという合図ですね。でここからですね、実際に、PC だとか、SSD だとかハードディスクとかにね、移すと思うんですけども、じゃあ移し終わった、SD カードはどうするのかというと、こっちからこっちに移動させます。で保存が終わったら今度はこっち側に入れておきます。まあ、こんな感じで、データを移動させたらこちら側に使用済みというところですねに移動させると。で、ここに入っている SD カードはもう初期化しても大丈夫ですよという SD カードになりますね。でこれをまあ初期化したら使えるんですけれども、まあ、初期化をしたらこっちに移動させるみたいな感じですかね。まあ、これが最適解かどうかは分かりませんが、まあ、一応ね、撮影したデータを上書き、撮影するだとか、PC に保存したつもりが実はしてなかったみたいなことが、まあ、これでも防げるんじゃないかなということで、まあ、今後こういうですね運用をしていこうかなというふうに思ってます。はい、というわけで今回はですね SD カードでのトラブルというところで、まあ、ちょっとね、事故ミス、いや事故ですね、事故を起こしてしまったので、まあ、それを皆さんに共有しつつ、まあ、対策のところまでですね、まあ、ご紹介をさせていただきました。で最初にもお話しした通り、まあ、こういうね、撮影の現場、まあ、動画に限らず写真でもそうだと思うんですけれども、カメラの設定だとか SD カードであったりだとか、あとははたまた照明の設定だったりとかね、まあ撮影現場でのミスとか事故みたいなところは経験している方多分ね結構いらっしゃると思うんですよね。まあ、代表的な例でいうと逆レックとかあるじゃないですかね、ああいうものの対策だったりとかね、まあ、その辺が皆さんどういうふうにやってるのかなっていうところを、まあ、できれば、いっぱい集めてですね、みんなで共有してすることによってですね、その辺の、ミスそして事故っていうのをね減らしていけるんじゃないかなというふうにちょっと僕は考えてますので、まあ、最初にもお話しした通りちょっと概要欄の方にね、アンケートフォームを貼っておきたいなというふうに思います。あとはですね、X の方でもちょっとね、Google フォームを貼ってで投稿したいなと思いますので、ぜひ、ね、そちらは、リポスト、していただいて、ぜひアンケートの方のご協力をしていただきたいなというふうに思います。で、ある程度集まったらですね、実際に、また動画として、1本作って、こういう事故の時はこういう対策をした方がいいよとか、こういう事故起こる可能性があるので、こういう時はこういうふうにした方がいいよ
ていうね、ところを、まあ、皆さんにお話しして、皆さんが、まあ、そういう事故をね、ちょっとでも減らせるんであればね、まあ、僕の動画がですねすごく有用なものになるんじゃないかなというふうに思いまして、まあ、今回はね、こういう動画を撮らせていただきました。ぜひですね、チャンネル登録をしていただきたいのと、ぜひグッドボタン、高評価を押していただけると、こういう動画の制作の、励みになりますので、あとはコメント欄でもね、いろいろ書いていただけると嬉しいなというふうに思います。というわけで今回はね、この辺で終わりにしたいなというふうに思います。はい、皆さんも事故を起こさないように、なるべく事故を起こさないように、起こしてしまった時はじゃあどうやって対策するのかっていうところですね、ぜひ考えながらですね、撮影の方楽しんでいただきたいなというふうに思います。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。エマックでした。さよなら、バイバイ。